back straight till the morning. Oh, how we keep it going. This love is all the moments, girl. And you know I'm carrying the world. So just fuck me like the sad boy. Save me from all of the pain and the drama. I'm playing whisper down the lane with my problems. Hope it's somebody gonna solve them. And so I lose myself in labor. Time to cry when the day's filled. But when the lights turn low and there's no one here, can I shed a tear? Can you lullaby me? Oh, so baby, can you love me? I really want that lullaby. So love my body. Lullaby me. Hi guys, 皆さんお久しぶりです。前回動画を投稿してからまたねちょっと時間が経ってしまったんですけど、その時間が経った間に今メキシコに来ております。カンクンから車で1時間ちょいぐらいのプライアデルカルメンっていうところに来てて、でまあ日本人だと日本人のねパスポートがあればビザなしで半年入れるっていうことなので、まあ、あと何ヶ月かはちょっとここでのんびり仕事しながら、なんかメキシコの文化とか、なんかご飯とか、まあメインはご飯かな。ご飯とか、スペイン語勉強できたらなって思ってます。で、前回の動画がまあニューヨークでの生活だったんですけど、ニューヨーク行った後に、その後2ヶ月フロリダにいました。で、フロリダでは、普通に彼氏と、コンドミニアム、まあ、アパート借りて2ヶ月ぐらいそこで仕事したり、でそこのねコンドミニアムにプールがついてたので、ね、毎日プールに泳いだりとか、まあ、そういう風にちょっと結構のんびり過ごして、でその後は、ジョージア州のアトランタっていうところに友達がいたので、その友達とちょっと会って日本食食べたり、ゴッホの展示会見に行ったりとかちょっと遊ん で、 でその後またカンザス州っていう私が一番最初に留学してたアメリカのもう真ん中の州、ちょうど真ん中の結構田舎の州なんですけど、そこにホストファミリーに、ね、会いにカンザスに行ってました。でホストファミリーに会ったの3年ぶりかな、あ2年ぶり2年ぶりぐらいなのかな。そうで、その間に2人キッズがいるんですけど、そのキッズがもう私1人はもう私より身長高くなってて、もう1人はもう追いつかれそうで、すごいなんか子供ね成長早いなと思ったし、まあ、久々ね会えてすっごい良かったです。初めて出会ったのが6年前とか、まだ私が全然なんか英語とか喋れない時期に比べると、もうねそこから頑張って英語もできるようになって、でこの前ねそれこそ会いに行った時とかは、まあ会ってなかった時のキャッチアップとかもそうだし、なんかこう人生についてこう語り合えたりとか、ふとあなんかうちこういう会話もう英語でできるようになったんだってちょっとね感動したっていう話で、まあメキシコってスペイン語なんですけど、そうスペイン語はねもう全然できないので、本当に初心に戻る気持ちでね一からスペイン語頑張らないとなって思ってます。で今日の予定なんですけど、今ちょうどねミーティングが終わって、で今日実は引っ越しをします。でここね今メキシコに来て2週間経ったのかな。そうで今ね Airbnb 借りて、そうこのアパート借りてるんですけど、まあ何ヶ月か滞在しようかなっていうのを決めたので、Airbnb だとすごい旅行者価格でねめっちゃ高いけんだけ、ローカルのねアパートを探して、でそこと契約しました。でそこのねもう鍵をもらったので、今日はそこの新しいアパートに全部スーツケースとかの荷物を動かそうかなと思います。で今ねこの泊まってるところすっごい立地がよくって、なんかスーパーとかメイン通りとかにもすごい歩いていける近い距離なんですけど、新しいアパートがちょっとね離れるんですよ。
だけ自転車買おうと思って、その自転車も今日買えたらいいなと思うので、いつもねこうやってフリーランスデザイナーとか言って仕事してるばっかりの動画だと思うので、今日はお外に出てちょっとこうメキシコのね景色をみんなにシェアしながら自転車買ったりとか新しいアパートに引っ越せたらなと思ってます。それではレッツゴー。Playing whisper down the lane with my problems. Hope it's somebody gonna solve them. And so I lose myself in labor. この Airbnb を出る前にちょっと記録として今の住んでるアパートこんな感じですっていうのを残しておきますね。ちょっとベッド汚いのを気にしないでください。で、そこはなんかクローゼットセクション、クローゼット扉もないけど、で、ここがおトイレになります。おトイレバスルームかな、シャワーがついて。ただね、シャワーはあんまりねお湯が出らんかった、ここは。そうなので結構水シャワー浴びて、で、ちょっと汚いね。で、テレビがあって、で、ここが一応キッチンセクションになります。で、こういうお米とか醤油はねもうスーパーで買ってきました。で、ここはもうフライパンとかね基本的にいろいろついてて、で、これが水。メキシコはね水道水飲めないから、こういう風に大きいボトルの水を買って料理したりとか水飲んだりとかしないといけない。で、冷蔵庫。で、ここがね私のお気に入りのセクションになります。ここね書斎スペース、ここでいつも仕事してたんですけど、見てこのすごい綺麗ですよね。大きい窓がついて日当たりよくって、このねアパート、ここのその書斎スペースみたいなのはもうめっちゃ最高でした。自転車を買いに行ってます。可愛い自転車がね見つかるといいな。タラーン、自転車買いました。ただねブレーキがついてなくて最初めっちゃ焦ったんだけど、多分ペダルがブレーキみたいな感じになってるので、ちょっと乗ってみて実験してみようと思います。でもね、かわいい緑のかわいい自転車。ただーん、なんとか全部今日一日で荷物を動かし終わりました。あとあそこにねリュックサックがもう一個。お疲れです。ここが新しいお家です。こっちにキッチンがあって、テレビとソファーとこんなに大きいベッドで、こっ
っちがバスルームです。汗だく。はい、今からなんですけど、とりあえずここのもうぐしゃーってなってるやつをとりあえず片して、その前にちょっと掃除するかな。多分前に住んでた人がいると思うので、なんかメキシコもアメリカと一緒でアパート結構土足なところが多いので、そう、床ちょっと拭いたりとか掃除して、で、荷物を片付けて、でそこから買うものリストみたいな作っていこうかなと思います。多分包丁とかなんかそういうのもないし、まだ冷蔵庫の、ね、中が空っぽなので、なんか水とかなんかヨーグルト、朝ごはんとかそういうのをちょっと買っていこうと思います。今ちょうどね、整理し終わって、でちょっとね、家具も動かしました。テレビ台をね、ちょっと買わないといけない。あと仕事用の机を買って、角っこにね置こうかなって思ってます。でキッチンもね、こんな感じでとりあえずだけどまとめました。